ね。おやつにガトーショコラは欠かせないよね。おまんじゅうもいいよね。あ、先輩、こんにちは。今、散歩部、パジャマパーティーの企画を立ててたんです。散歩部の合宿ってことで、作法室の畳のお部屋を借りて、一晩中おやつを食べたり、お茶を飲んだりしながらお話しするんです。それで、先輩とお姉ちゃんにお願いしようと思って。先輩って、風紀委員の助っ人もしてますよね。私たちだけじゃ、何かあった時不安なので、先輩がいてくれると心強いです。でも、忙しいと思うので、無理には。とりあえず、パジャマパーティーのご説明をしますね。さっき言った通りの回なんですけど、一つだけ条件があって、パジャマを着てくること、です。眠くなったら、お部屋に戻って寝ても大丈夫です。まあ、ノエルちゃんたちは、朝までおしゃべりするつもりみたいですけど、こんなところでしょうか。では、明日の夜、作法室にいらしてください。楽しみにしてます。コーヒーのおかわりいかがですか？